アドボアドボ東京でゅってディアディアディアイエーイ、ありがとうございます。今日はですね、嬉しいですね、当たりました。これがダーイエーイ、ナルセロさんからもらったよ。こちらアマゾンのカード、ギフトカードみたいなやつね。アマゾンギフトカードいいんですか、合ってますか。ちょっとよくわからないんですけれども、2000円分。やったー、ありがたいですね。これは嬉しい。ね、何でも買える2000円で。2000円分何でも買えちゃう。ね。ということで、ね、買っちゃいました。でー、買っちゃいましたよ。こちら、届きました。しかもね。ですね、金額的には1980円で買っちゃいましたね。届きましたよ、もう。ありがたい。ナルセロさん、ありがとうございます。ナルセロさんは、大学生 YouTuber さんです。なんか、楽しい、なんかラーメンとかやってたよ、動画。ね。なんかそういうの気になる方、ね。よかったら、見てね。概要欄から、ね。概要欄からチェックしてください。ね。せっかくいただいたので、ちょっと宣伝ぐらいさせてくださいよ、っていうことです。ね、ありがたいです。開けてみましょうか。で、早速、ちょっとね。ててて、ててててて、はい。はい、これ、あ、これちょっと待って。なんか、住所とかいろいろ書いてない？細かく書いてない？こちら。ね、はい。1980円です。ね。普通に買ったら1980円じゃないです。ね、もっと安いんですけど、こちらですね。はい、開けてみましょうか。何を買ったかと言いますと、今ね、買えなかったりするんで、ちょっとね、1980円なんですよね。こちらでございます。はい、プチプチ取りました。ね、はい、取りました。こちらでございますね。ちょっと厚紙取りましたよ。はい。でーん、ポケモンカード10パックやりました。で、ロストアビス。人気があるのかないのか、ちょっとよくわかりませんけれども、ソードアンドシールド。で、拡張パック10パック。今日の80、はい、10パック。ね。本当だったら1500円で買えるんですよね。ただ、ちょっともう今は手に入らない、なかなか。ね。それなので、もうちょっと高いですけど、まあ、2000円で買えるものって何かなと思った時に、あんまりなかったんですよね。それなんで、ほら、送プラス送料とかいろいろめんどくさいんですよね。2000円分ちゃんと買えないっていうのがありまして、こちらもう送料込み1980円で20円ないんですけど、まあ、ね、こちら、せっかくいただいたんで、ポケモンカード買っちゃいました。ね、夢を買ってしまいました。これが全部光ってないカードが出るかもしれない。ね、なんかレアなカードが出ないかもしれないけども。でもまあ、これはこれで、ね、ナルセロさんに、夢を買う、ね、もらいました。ね、ありがとうございます。ね、年下なのに、ありがとうございます。ってことでね、ね、本当にありがたい。ね、ナルセロさん、頑張ってください。YouTube チャンネル登録者数1000人。これプレゼント企画をすると、ね、プレゼント企画が終わった瞬間、みんな解除していくっていうね、そういうこともありますので、気をつけて、何のための動画ですか、これは。本当にお礼です。ナルセロさんありがとうございました。ナルセロさんのおかげでギフトカードでポケモンカード買っちゃいました。子供みたいじゃんね。もらったお金でポケモンカード買っちゃうっていうね。ということで、大人なのに、ね、年下の方からいただいた、ギフトカードでポケモンカード買っちゃった。こんな大人でいいんでしょうか、よくわかりませんけれども。ね、もしよかったら、ナルセロさんの何回言うんだっていうね。チャンネル登録もしていただけると、嬉しいです。ということで。ね。では、ね。この後、開封動画をしていきたいと思います。また、それちらの動画はまた、別で、ね。後でチェックしてみてください。
以上です。ありがとうございました。ナルセロさんもありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。